鳥羽とは、かつて、京都落外、山城国紀軍に属していた鳥羽郷、鳥羽荘などと呼ばれた地域を指す名称。現在では、京都市でも南区に属する上鳥羽、伏見区に属する下も鳥羽に分割されている。鴨川と桂川の合流地点の停止地にあり、当時は鴨川が鳥羽の東側を流れ、また南は小倉池に接したとされる。和名類受賞では、止め 土ハという句も入れている。平安遷都以後、須作王子をラジ門から真南に延長した賭場作り道が作られ、その道は賭場で淀川水系と接した。このため、賭場の河子には賭場津が築かれた。上岸十四年に作成された上岸寺伝地目録調に賭場の地名が登場する。また、平安京内の上泉園の水は賭場から引かれたものであったとされている。 平安時代前期には、火曜新納や藤原時平が鳥場に別業を造営した。大徳三年、白川上皇は、藤原秀綱から献上された小倉池のあぜの別業に拡張、改造を加えて、利休、鳥場殿を造営した。三棟からなる御所と小倉池を望む庭園、御堂を取り合わせた大規模なものであったが、白川上皇の生存中には完成できず、 ここを継承した孫の賭場上皇の時代に完成した。賭場殿は南北朝の内乱で荒廃するまで歴代の辞典の君の拠点として政治的な意味も持った。安楽寺院はその名残である。また、賭場に建立された五岩寺はいずれも辞典の君であった白河は賭場の両上皇のものしか存在しない自転の君のための空間であり、両天皇在位中も含めて在位の天皇や 女院の五岩寺が建立された皇室の政治、宗教空間であった白川との違う特徴を有していた。鎌倉時代に入ると、蕎麦院は大大院、三栗安部等、関東門質疑を務めた西園寺家が、周辺の土地と共に治療して、自点の君の陰性に対して、経済的な貢献を行うと共に、その政治力を支える基盤となった。西園寺家の蕎麦の荘園は、 飛ばそうと称されて、関係記によれば、応仁の乱祭中の文明年間にも、西恩寺家の支配が確認でき、室町幕府官僚の大立直しによる、大立常教日記には、大英五年に行われていた西恩寺家の飛ばそうと、小賀の家の小賀の僧の,僧の社会争論についての覚書が残されているなど、戦国時代まで同家の所領であった。また、飛ばは、 地方から淀川を経由して、京都に物資を運ぶ拠点であり、室町時代には、ト丸や車狩りの活躍が見られ、江戸幕府の京都大館の資料にも、活動の様子が見られる。室町時代後期の文明年間に入ると、戸場の北側を、城戸場、南側を、下鳥羽と呼ぶ例が現れる。江戸時代には、完全に別個の村である、城戸場村、下戸場村として文書に登場する。 母親戦争の初戦であるとは、伏見の戦いの舞台にもなった。明治22年の町村制度入以後は、それぞれ、京都府の上戸場村、下戸場村として、別個の歩みを遂げ、大正7年には上戸場村の一部が、京都市下京区に編入され、昭和6年に上戸場村の残部は、下京区に、下戸場村は、伏見市などと共に、新設の伏見区に編入されることになる。 なお、昭和30年には、九条鳥羽村を含む下行区南部が分離して、南区が成立している。丸山人氏、陰性期における鳥羽と白川、海外諸州、陰性期における洛南鳥羽と洛東白がありがとうございます。